1991年だったかな、この曲ビルボードで1位になって、3週連続確か1位だったと思います。そうですね、まあ、距離というかですね、何年も前で考えてるのか、そしてこれ写真とかもですね、ちょっと横にね、だいぶぽったりしてたんですよね。で、そのマライアキャリーが、ね、去年ぐらいなんかダイエット成功なんていう記事になりましたけどね、横にね、こっちこう大きくなってます。もう思わずね、マライアキャリーバッグなんていう、はい、それで、少しダイエットしてちょっとスリムになって、はい、なりましたけどね。ここからね、リスナーからお便りいただいております。はい、ゆうさん、こんばんは。こんばんは。おじいちゃんの入れ歯に鼻のある歯をくっつけたら、おじいちゃんの替え歯の人となりました。まあね、最近になってね、もう一年喉を詰めることになってね、正月になってありますけれどもね、こっちもね、結構たまにあるんですよね。で、僕はおじいちゃん子だったので、なるほど。ではね、じゃあその君にね、曲をね、お送りしたいと思います。さあ、それではいきましょう。マライアキャリーでエモーションズ。
さあね、僕らスリッパというね、ハウスなんで、僕もね、先月ハウスの僕ね、ちょっと踊らせていただこうかなと思ってますけど、はい、じゃあ、ね、スティーブ、スティーブ・ビクス、スティーブ・ビクス、これ、コンピューターマットレスという曲でね、踊っていただきたいなということで、さあ、踊っていただきましょう。コンピューターマットレスです。彼の持ち味の一つとしてこのようなお笑いの、ね、ステージを見せてくれました。